杉誠治、地球を守る勇者たちの隊長なんだ。オーボスの本当の狙いは地球に秘められた伝説の力だった。その力がどんなものなのか誰も知らない。謎を解く鍵は星と思いを共にせよっていう言葉だけ。ヤンチャーの星に残ってた伝説なんだけど、一体どういう意味なんだろう。考えるだけで頭が痛くなってくるぜ。なのにレッドロンが決闘を申し込んでくるわ、バカでかい円盤が出てくるわで大忙し。どうやらこれからが正念場みたいだぜ。奪われたビッグランダー。早くブッチョのやつを連れ戻さないと。ダガーンたちに先に捕まえられたら寝返るに決まってるわ。防衛機構軍は本日地球防衛機構条約に基づき緑ヶ浜市およびその周辺を特別警戒区域に指定しました。緑ヶ浜市民の方々には気の毒な決定となってしまいましたが、ただいまからこの地域は防衛機構軍の管理下に入ります。市民の方々は軍および公共機関の指示に従い速やかに避難を開始するようお願いします。長年の夢だった自然食レストラン、まだ27年もロンが残っているのにこんな別れが来ようとは。お母さん、うちはどこへ行くの？田舎のおばあちゃんのところよ。俺が町を守りきっていればこんなことにはならなかったはずなのに。誠治君ともしばらくお別れね。ああ、なんてこった！ちょー！やあね、そんなに落ち込まないでよ。うん？私だって離れるのは寂しいけどさ、永久にお別れってわけじゃないし。バカ、そんなつまんねえことで悩んでんじゃねえよ。つまんないこと？俺はな、この町を守れずに逃げなきゃなんない自分たちの不甲斐なさに腹を立ててるんだ。あっそ！ごちそうさま！俺、なんか悪いこと言ったかな？そう。交通整理にもう一個招待ませ。手が足りなければ装甲部隊でも構わん。どないなっとるんや。やっとたどり着いた思たら町中兵隊だらけやんけ。姉ちゃん、聞こえる？母さんよ。ああ、母さん、トラックの手配できた？それがどこの引っ越し屋さんも予約がいっぱいなんですって。とりあえず身の回りのものだけ持ってお父さんのところへ行ってて。テレビやビデオやオーディオなんかどうすんのさ。仕事が空き次第迎えに行ってあげるから、いい子で待ってるのよ。分かったわね。ちぇ、何がいい子で待ってろだよ。俺のこといくつだと思ってんのかね。ん、待てよ、トラックか！どうしようかと思ってたのよ。よくこんなトラック借りられたね。へへ、俺の顔の広さ舐めちゃいけないよってね。浮かれちゃってバカみたい。引っ越しするのがよっぽど嬉しいみたいね。ふんだ。いいか、ビッグランダー、何があっても普通のトラックのふりをしてるんだぞ。ご挨拶だな。ふりなどしなくとも俺はれっきとしたトラックだぜ。わかった、わかった。とにかく頼むよ、な。あら、ヤンチャー君。どっか行くのか？オーボスとかいう宇宙人のために家を離れねばならんのだよ。よその太陽系にでも行くのか？ヤンチャ
ラ君ったら大げさね。大げさじゃないぜ。なんせオーボスはもう近くまで。バカ、オーボスが近づいてることは秘密だろう。いっけね。セイジ君、サボってないで手伝ってよ。うっせえな。今大事な話してるんだよ。セイジ、ホタルも町から出てっちゃうのか。そうか。あいつに会えなくなるのは困るよな。私と別れるのはつまらないことで、桜子おじさんとならそうじゃないわけ。あいつはちょっと特別なんだよ。おーい、何すんだよ。そうよね、こそこそデートしてるぐらいだもん。私なんかより桜子おじさんの方がずっと大事に決まってるわよね。ホタルもよそへ行くのか。とぼけちゃって、しらじらしい。お引き取りくだしゃれ。わかんないかな。ここは危険なんです。またいつ宇宙人が襲ってくるかわからないんですよ。なんと言われようと、桜子おじけがこの町を離れるわけにはいかぬのでおじゃります。おじゃりますか。ねえ、君からもなんか言ってくれない。同じよ。え、どこへ逃げても同じ。大丈夫よ、まだ時間はあるわ。しばらくでおま。南の海でダガーにやられたのが2週間前。それから延々泳ぎ続けて、やっとこの町にたどり着きましたんや。ビオレッツェに8人にされてから、ワイら全員揃って一人前なんや。なのに、ワイ一人だけみんなとはぐれて、もうどないしたらええか。他の7人とある程度近づけば、互いの位置もわかるんでっけど、ここまで離れてもうたらそれもできず。アンさんがチョロチョロの仲間なのはようわかっておまん。けど、もう他に頼れる人がおまへんのや。お願いでがな。もう二度とアンさんに迷惑かけるようなことはいたしまへん。どうか今度だけアンさんの不思議な力で他の7人見つけとくんなはれ。せっかく引っ越し手伝ってやろうと思ったのに、何もしてねえじゃん。ん？この匂いは。なあ、お願いでおま。部長。え？こいつ、またホタルにちょっかい出しに来やがったのか。待って、その人は。安心しな、お前は俺が守ってやる。なんやいきなり。何事でおじゃりまするか。おおのれは妖怪しょうこりもなく。待て、トラックを移動してください。このままでは他の車両が通れません。すいません、もう少しですから。これはこれは、高杉大佐のご子息か。五条大佐、不要な荷物が多いようだな。いらんものを積むより早く避難する方が賢明だぞ。そういう言い方あるかよ。聖司君、こっちは好きで引っ越しするわけじゃねえ。あんたらに言われて仕方なく町から出るんだ。そこんとこ分かってんのか。聖司君ってば。せえな、何なんだよ。よしなさいよ、あの人に怒っても仕方ないでしょ。引っ込んでろよ。ちっとはホタルの控えめさ見習ったらどうだ。余計なお世話よ。あんたなんか大嫌い。ナンバーガー、よーね、俺の荷物を。いいだ。部長。なに？あかん。こら待てー。やっちゃ。バカ野郎、なんで捕まえねえんだよ。部長め、逃がさん。たわけ、おじいさまに断絶を向けるとは何事じゃ。おい、本部に連絡だ。
しゃおじいさまん、せいじくん、何の騒ぎだい。誘拐だ、根本さん、追いかけよう。あら、パパ、トラックは。さあ、da-garn! ここにいるんだ。あんたこそ、なんでそんなに小さくなって。そっか、またこの子さらうってのね。カラーム、ホタル、今助けてやっからな。聖司くん、無茶はいかん。聖司くん、お前はどこ。やめて。頼りにならないんだから。 C3 地点より東へ向かって逃走していきます。行っちゃった。おえ、ダガン。了解。聖司君、無免許運転の現行犯で逮捕するよ。くぞーの。ダガン、なんなんだ。あー、もうやだ、早く降りたか。勝手に飛び降りんかい。やれやれ、賑やかなこった。どうする大将、座席に電流でも流せばぶっと安全一頃だぜ。そんなことしたら光も蛍も感電するだろ。二人の安全が最優先だ。いいな、偉そうにしてんじゃねえよ。お前が普通のトラックのふりしてろなんて間抜けな命令出すからこんなことになったんじゃねえか。聞いてたの。お前こそ蛍のそばにいたくせに、なんでさらわれちまったんだよ。 なんだと。いいの。え、このままでいいの。ん、桜小路さん、ビッグランダー、俺たちの話は聞こえてないんじゃなかったのか。そのはずなんだが。アンさん、誰と喋ってあるんですか。私たちなら大丈夫よ。いいからこのまま走り続けて。私はこんな人とこんなトラックに乗っていたくなんかないわよ。いや、その言い方傷つくやんけ。待ってぜ。で、どうすんだ大将。ホタルがああ言ってんだ。しばらく言う通りにしてみよう。コテンパンにやられちゃうんだから。ダガンが来るんか。もちろん、ダガンは私がピンチになった時は必ず助けに来てくれるんだから。今までだっていつもそうだったもん。今度だって絶対助けに来てくれるに決まってるわ。そうよ、ダガンの隊長さんの方が聖司君よりよっぽど素敵よ。ということは、お前を連れてきゃダガンの餌になるってわけだ。いい土産ができたぜ。こうなりゃとことん付き合ってもらうぜ。いけない。出た。レディー、来てくれたのか。レディー、俺はここだぜ。やっぱりこの町に戻っていたのね、ブッチョ。うん、大ボスのロボットだ、迎撃せよ。邪魔しないでちょうだい。
くな、おのれ。レディ、愛してるぜ。そうはいくか。あらららら。ブッチョ、なぜ逃げるの？なんだこの車、言うこと聞かねえぞ。いつまでもてめえの言うことなんざ聞いてられるんやってんぜ。ブッチョ、チョコまた動くんじゃないよ。da-garn X! da-garn よ、やっぱり来てくれたのよ。da-garn。 そこまでにしてもらおう。そのトラックに手を出すな。なんですって。部長、裏切ったわね。誤解や、この車が勝手に。言い訳は大嫌いよ。裏切り者には死あるのみ。そんないなこと言われたかて、あの人ワイの話ちゃんと聞いてくれたためしないんやもん。ビッグランダー、このままじゃ町がめちゃめちゃになる。海の方へ逃げるんだ。了解。トーン、応援頼む。今行く。バルカン。逃がさないわよ、ブッチョ。まずい。おかしいとは思ってたが、オンドゥリア・ダガンの仲間やな。ダガン？白状しないとこいつの首へし折ってやるぜ。待て。え？お察しの通り、俺はビッグランダーだ。そこから手離しちゃれ。これがビッグランダー。ついに見つけた。長い苦労だったな。いかん、それどころじゃねえ。やい、ビッグランダー、この先は俺様の言う通りに走れ。ふざけるな。貴様が乗ってるだけでも気色悪いのに主人面されてたまるか。この子がどうなってもいいのか。話してよ。うるせえ。ちっとはそっちの子を見習っておとなしくしねえかい。なんですって、ね、あんたにまでそんなこと言われる筋合いはないよ。どうするの、お嬢ちゃん。俺、あんたの指示を聞くよう命令されてるんだぞ。この人の言う通りにしてあげて。うん、桜小路さん。いいのか。このまままっすぐ。おい、まっすぐって。部長、お待ち。今だ！合体しよう！そうはさせないよ！しまった。EX バッターバルカン。踊
じれったいな。ダガンの仲間のくせに空ぐらい飛べんのんか。バロー、トラックに無茶な注文つけんじゃねえ。もういや、一体どこまで行くのよ。お前に聞かれたかて分かりまへんがな。何よその言い草。あんたが桜小路さんをさらったんでしょ。私まで巻き込んじゃって責任取りなさいよ。責任。言ってるけど、もし二人に何かあったらただじゃおかないからな。あー、ブッチョの残り分見っけ。え、解放点を見つけただって。マジかよ。次回、伝説の勇者ダッガン密林の再会。隊長は俺だい。